どうも、今日は IT エンジニアなら絶対知らなきゃいけないクッキーの仕組みについて説明していきたいと思います。で、僕もですね、エンジニアになりたての頃、クッキーってなんだろうってよくわからなくて、ネットで調べても、なんかユーザーの足跡を残す、まあ、クッキーの食べかすみたいなものだとか、よくわからない比喩表現ばっかりで、じゃあクッキーって結局何なのよっていうのがわからなかったんですよ。それが結構苦しかったので、今回はクッキーの中身を見ていきながら、本質的にそもそもクッキーとは何なのかっていうのを説明していきたいと思います。じゃあ早速クッキーについて説明していきましょう。美味しそうですね。クッキーっていうのは結論から言ってしまうとリクエストヘッダーとレスポンスヘッダーでやり取りする情報のことです。で、例えばこれがブラウザーだとしてこれがサーバーだとします。で、ブラウザーが例えば画像をサーバーにリクエストしてサーバーが画像のレスポンスを返したとします。この時サーバーはセットクッキーというヘッダーを設定します。で、ここに書いてあるプロモーション1、これがもうクッキーのすべてです。ここに書いてあるプロモーション1っていうのをクッキーとして保存してねっていうことをここのヘッダーで教えてあげるわけですね。ブラウザーはこのセットクッキーというヘッダーを見かけたら、あ、この情報を保存しなきゃっていうことで、このプロモーション1をブラウザーに保存します。ここまでがクッキーの保存ですね。サーバーがこの情報を保存してねっていうことをブラウザーに伝えます。で、ブラウザーがそれを保存します。じゃあ次、ブラウザーがそのクッキーを送信するところについて解説していきます。例えば、ブラウザーがですね、プロモーション1っていう情報を自分の中に持っていて、もう一度さっきのサーバーにリクエストを送るとき、そういうときに自分の今度はリクエストヘッダーにこのクッキーっていう値をヘッダーに設定します。で、そこにプロモーション1っていう値を設定します。これによって、さっきのサーバーはリクエストを受けるときにそのヘッダーにこのクッキーっていう値が設定された状態で受け取ります。なのでサーバーはプロモーション1っていう値をリクエストで受け取って、あ、さっき送ったあの情報返ってきた、こんな感じでブラウザーとサーバーが情報のやり取りをできるようになると。これがもうクッキーの仕組みのすべてです。なのでクッキーって結構比喩表現が多いので勘違いしやすいんですけど、もうすごくシンプルにリクエストヘッダーとレスポンスヘッダーで定義されている情報、これがクッキーのすべてです。で、ちょっと脱線すると、クッキーっていうのは基本的にそのクッキーを設定されたサーバーにしか送られません。ですが、例えば Google の AdSense とか、ユーザーがいろんなサイトに訪問したことをなんか全部知ってるような広告配信ネットワークとかあると思うんですけど、あれも実はクッキーの仕組みを使ってるんですね。ただなんで、じゃあどのサイトに行ってもその情報が Google AdSense に筒抜けになるのかっていうと、これはサードパーティークッキーっていう仕組みが使われてます。で、これに関してはちょっと長くなるので別の動画で実演しながら説明していきたいなと思います。なので今回またちょっと最後におさらいすると、クッキーっていうのはリクエストとレスポンスのヘッダーでやり取りされる情報のことですよと、あんまり変な比喩表現に惑わされないでくださいねということを説明したかったです。じゃあ最後に実際の中身を見ていこうと思うんですが、このローカルホスト8080は僕が適当に作ったページです。で、ここで猫ちゃんの写真を返しているんですが、ちょっと僕は細工をして、この猫ちゃんの写真をサーバーが返すときに、さっきのセットクッキーで、ちょっといくつか値を設定してみました。じゃあその様子をちょっと見てみたいと思います。開発者コンソールのネットワークで、この猫ちゃんの画像を撮ってくるときに、レスポンスを見てみましょう。レスポンスに、こんな感じで、セットクッキー、トラッキング ID1 っていうなんか怪しそうなヘッダー情報が、加えられてますね。これが僕がサーバーで勝手に書き加えたクッキーになります。で、これをブラウザーは受け取ると、あ、クッキー保存しておかなきゃということで、こんな感じでアプリケーションのクッキーっていうところを見ると、このローカルホスト8080のクッキーには、このトラッキング ID1 っていうのが保存されていることがわかります。で、もう一回、じゃあ画面をリフレッシュして、サーバーに猫ちゃんの画像をリクエストしてみました。この時にどんなリクエストが飛んでるかなっていうのを見てみましょう。さっきのはレスポンスヘッダーですね。今度はリクエストヘッダーを見てみます。はい、ここにクッキー、トラッキング ID1 っていうのが書いてありますね。これはブラウザーが、トラッキング ID1 っていうクッキーを保存しておいて、で、もし自分がローカルホスト、あ、もし自分がこの猫ちゃんの画像を取りに行くときは、必ずこのトラッキング ID1 っていうのをクッキーヘッダーに、あ、クッキーっていうヘッダー値を加えてリクエストを送りますよっていうことを決めてるわけですね。これがクッキーの大まかな簡単な仕組みと、まあ、中身が実際どうなっているかっていう説明でした。以上です。
クッキーについて理解が深まって、ウェブの開発がもうちょっと皆さんにとって円滑になってくれたらいいなと考えています。ありがとうございました。